ないないばあぶっとびチャンネル始まるよ。おはようございます。下町ぶっとびチャンネルです。今日は埼玉県荒川新井橋の下、この間ね、ここはボン君がここで連発したからすぐ行ってみてくれっていうことで今日はここにやってきました。今日は荒川のデカスモールを狙いに最強のメンバーでやってきました。おはようございます。おはようございます。先輩、今日の目標は45です。50で50。おい、トム、もし50が出なかった時にはお前が罰ゲーム、過酷な罰ゲームが待ってる。いや、まだダウマさんとは分からない。この中の誰かが罰ゲームがあるか気をつけろよ、トム。はい、よし、洗い橋の下、ここで罰でかいの狙っていくぞ。さあ、ジャッカルさんに当たりが。さあ、やりました。よっと。おお、スイングインパクト3インチ。おー、ストムバスを見せてくれ。おお、荒い橋出たぞ。ジャッカルさんのファイト中だぞ。2本目だ。おお、アベレージなんですね。でもストムの50ぐらいあったんだろう、おめん。そう、2本目やっぱここっすよ。おお、これやった方が、スイングインパクトですね。スイングインパクト、この変な色。なるほど。おお、さすが。22、23。ナイスです。ありがとうございます。朝日がこう昇ってきたと同時にバスも昇り始めた。おい、ミスタートム。さあ、今現在ジャッカルさんに2本、先輩が1バラシ、自分が1バラシで、ツトムも1バラシで、審査ゼロで、タンクもゼロ。キャバクラになるゼロ。よし、このままジャッカルさん、スイングインパクトです。おい、なんだ、つとむ、この魚は。ヒガイ。ヒガイ、うん。なんなんだ、それは。だから、霞ヶ浦に、あの、にいる魚。お前、ワームよりちっちゃいじゃねえか。それは…ってことは、ベイトはこいつか。かもしんない。ノーカウント。ねえ。一応、50橋の中、一種類減ったから、これ。ちっちゃすぎる、ノーカウント。だって、これ、魚でしょ、もう。まあいい、今、一種類よ。一種類消化でいい。意外。ストム、味は知りたくねえのか。やめろ。なんだ。これはうまそうだな。うまそうだ。どれどれ、見せてみろ。こっちに来てくれ。なんだこれは。被害。なんだ被害って。天皇の魚。なんだ天皇の魚って。昭和天皇が霞ヶ浦に放流された。よし、食ったよ。食ったぞ。どうだ。硬い。硬い。めちゃめちゃ硬い。ちょっと太めにタバコ一本くれ。ないですね。神社のがいいっすかね。
神社すげえなんかここ2、3日出てるみたいなんですよ。当たってる当たってる当たってる当たったぞ。シーさん当たりました。いや足元じゃないです。ここの俺の中で流してたら、ちっちゃいし当たりがツン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 みたいな当たりです。今初当たりよ。当たった。あ、いた、バスだ。でかい。でかい。また金色でしたね。この間ここであれだもん、魚かけてこのテトラの中入られちゃって、で手で取ろうと思ってこの川の中入ったんだ俺。神社行ってみますか。おお、早速先輩にマジですか。ちなみにここを教えてくれた人は、あの川と流れと流れの止まってるところの境界線でボコボコ釣ったっつってました。あっち側渡れるかっつと思う。でもあの人たちあそこまで行ってるぞ。バスですね。スモールです。でも多分ラージもいると思うんですよね。見たことないですけどね。当たった。当たってる当たってる。これちっちゃいな。リール？リールですか？あ、まだついてるわこれ。ほら。つぼるです。なかなか思ったよりスイングインパクトです。ラージだなんか口がでかいなと思ったらラージだ。はい弱かったですよ
やったー。30センチあるかな。あるかないかありそうだね。はい。つどもの手何センチよ。あ、余裕であるな。あ、あるね。やったー。やりました。この密集はやばいですね、これ。あ、食ってる食ってる。おちはずない、達也かよ。何やってんだ。戦力外通告にするぞ。言ってないし、やってる。ラインが走ったよ。あ、食った。あ、くっしょ。ここまで追ってきました。さあ、つとむ、はい、今日は達也が、はい、人生初のバスを釣るっていうことで、はい、今日来てるか。達也、はい、今日は、人生初のバスに挑戦ということだが、はい、もし釣れなかった時には、はい、過酷な罰ゲームがつとむにはある。あ、じゃあ釣れなくていい。それなしで。今回のつとむ罰ゲームは過酷過酷言ってるけど、はい、本当に過酷だ。なんでか分かるか。分かんない。忍者がある。裏には忍者がもうすでに待機してますから。気をつけろよ、はい。あとは全てはもう達也にかかってるから、つとむがいかにどうやって達也に釣りを教えるかだ。はい、よーし、楽しくなってきたぞ。今日ここで荒川でバスを釣って、人生の初バスになる。今日のフィールドはここです。荒川、下流か、だいぶ下流か、上流か、上流、上流。よし、ここで挑戦だ。よし、私はこれソウルシャットだな。ソウルシャットのちょっとちっちゃいやつ、こいつでバスを狙っていきたいと思います。ちょっともう達也にさ、基本的なことを教えてあげてよ。ベイトはいるからね。え、あー、やっぱりほら、だから俺もそれでこれにしたんです。2本目がそうだったんで、1匹目なんかもろずる引きでしたけど。あ、ボール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 、気持ちいいんだよな。うっせぇ。おぉ、やべえってなるよね。俺も何回もなります。カバスキャが距離感つかめないで、すげえとこまで飛んでくときが結構。このゾーンにいるような気がするんだよな。横から引っ張っていってみる。で、今の時期多分去年動画出してるとこ全部釣れますよ。な
はい、万堂の裏とか関宿とか琉球、琉球とか、くくいど昨日浩二さん30本釣ったってました。はい、アベレージ20から25って言ってましたけど、最高で30で、はい、はい、なんかレイドジャパンとかいうとこのちっちゃいこのクランク、これですね、なんとかクラフトとか。あ、そうなんですか。さっき投げてたシャットもこれぐらいのサイズの、なんか動きがやっぱり、まただこれ。いや、これバスだわ、バスだわこれ。ほら、すげえ引き、めっちゃいいです。バスだわこれ、でかいよ。ストームランディング用意、濃いかなこれ。いや、なに、ストームランディング用意、ここにいる、ここ、もう足元足元、何何、怖い。あ、バスだよ。だから引くんだ。あ、一回食って外れたんじゃない。ポイス、口傷ついてます。よっしゃ、とが、あ、サイズアップ、すごい、はい、ほら口食ってるよこれ。うん、よっしゃありがとう取れてたかなやったー。3号ぐらいある、うん、ないぐらい、ちょい足りないぐらい、やったよ。こっちの方が写真、こっちの方がいいね、さっきのやつより。よっしゃ、やった、ラージとスモールが出たぞ。ここいいポイントだぞ。2本釣れたぞ。素晴らしいですね。あとに続きたい。続かないと、はい、ミスターストムに、はい、罰ゲームが待っている。そして、はい、ぶっ飛びチャンネルはルールが途中で変わるので気をつけてください。やばいですね、下手したら達也がラーマスカットになる可能性も十分あるし。はい、悟り終わったぞミスターストム。あ、当たりはありますね。でも俺1本目のラージ本当ギルみたいな当たりでしたよ。で、ここギルいるのって聞いたんですもん。スト、エアポートどうだ。どうなんだよ、なんでわかんねんだ。それを機に仲良くなる。さあ、今日は荒川初めてのポイント、達也はもう諦めたようですね、これ。達也どうしたんだよ。暑いっす。ストム、休憩。達也が釣らないとよ、どうなるか分かってるのか。調子です。休憩です。でもここから向こうまで運転だ、多分そうっすね。さあ、荒川調子、荒川調査ですが、ストム、はい、荒川どう思うんだ。入っちゃってる時に来れば簡単に釣れるの。あ、そう。水の状態は今日悪くないだろう。うん、今まで行った中で一番いいって。すごくいい。前回より比べたら全然いいよな。言ってる人が
お前なんだそれ、バカにしてんのか。なんだこれ。バークレーのインチを作る。なんでバークレーってお前メーカーで。バカにしてるか。してない。おい、勤め勤め、クロちゃんまた来た。なんでクロちゃんだけ釣れるのよ。もはや早と堀川のもう主と化してるクロちゃんですね、これは。連日ここのスモールを全部釣る気なのか。おい、勤め、何をボタボタしてんだ。こっち持ってこい。30ちょいだ、やった。クロちゃんがやはりこの橋からその東武線かの間でしたね。いやー、すごい。おい、勤め、今日はクロちゃんと3人でハエと堀川で50アップを狙うというので来た。今日こそはここで50アップを狙っていく。50手前までは出てるから、あと何センチの世界なんで。よし、今日こそはここでよ、50アップ出すわ。そして開始早々早くもクロちゃんがね、30ちょいのスモールを見事にぶち抜いた。よし、地合いかもしれねえ。いくぞ、はい、よし、ミスター勤め、うん、そしてクロちゃん、ここで引き続き50アップ狙っていくぞ、はい、もし出なかった時には勤め、いろいろな試練があるがそこは気をつけろ。いや、勤めだけとは限らない。なんてねえよ、勝手にそれは被害妄想だろ。お前ルーレット方式だよ、俺も分かんねえんだから、誰が罰ゲームになるか。そうだろ、その罰ゲームがよ、いつ誰に襲いかかるかはよ、神のみぞ知るんだ。俺には分かんねえんだから、それ俺に言われても困る。どっち？荒川のところ。お、今当たりっぽいのあったな。当たってる。あー、当たるわ。2回連続食ってきた。1回目さ、今当たりっぽいぞっつったじゃん。2回目もやっぱり食ってきた。でかそうだったよ。いる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 。1回目はね、コンとかグーコンコンじゃない、もうグーッと持ってった。で、あれ今当たりかと思ったら2回連続。そう、バラしたな今。ちなみにスイングインパクト、いや今のでかそうだったな。ひったくるような当たりだったわ。当たってるよ、これ当たってる。よっしゃ、来た来た来た。そのランディング用意。やっぱり食ったよ。同じところですよ。そのランディング頼むぞ。そこそこいいかも。頼むぞ。あ、いいぞ、いいサイズだぞ。
つとむ、いいぞ、ほれ、うわ、いいサイズだ、やば、ちょっと待って、ドラグ1個だけ閉めるぞ。こいつでっかいわ、40ある。うん、待って、頭出した、よしよし、行くぞ、頭出したぞ。待って、手前行きやがった、よし、行けるでしょ、やった、でけえでっかい、綺麗なトラガラ入った、つとむ、ナイス、はい、ナイスな、これいいでしょ、めっちゃいいわ、測る、いや、40ぐらいでしょ、一応測ろうか、うわー、綺麗なトラガラだな、こいつは、ほら、綺麗なトラだ、よしよっしゃ、逆光だな、こっちだ、うえおい、50はいるんだぞ、ちょっと今のやり直しだねちょっと今のやり直しだねはい、何も出てこねよしよしよし、もうここ来てすぐだったな、うん、よかったね、移動した回だった、3回目の当たりで捉えたよ、うん、1回目当たり、2回目、空振り、そして3回目で捉えた、よし、やっぱりハエとホリカ釣れるな、でもあれは、うん、ミッション失敗ですから、あのサイズじゃ、はい、狙うは50が出るまで続けるから、やっぱり今よ、あれなんか当たりっぽいぞと思ったら、ちょっとこれ見てくれ、スイングインパクトが真っ二つだ、見てくれ、もう一回言わせてくれ、スイングインパクトが真っ二つだ、ほら見ろ、なんか当たりっぽいなと思ったんだ今、うん、そしたらそれもいいよ真っ二つ帰ろう、スイングインパクトのね3インチエレクトリックセクシーシャットってやつ、この入れ食いシリーズ、これで今釣りました、で、もうすぐ1投目でまたあれ当たりかこれっていうところでちょっと送ってたら、スイングインパクトが真っ二つ、ちくしょう、やっぱここいるぜ、くそー、こんなことならこの間の6連発残しといてよ、ハエと堀川のよ激アツポイントでここ出せたじゃん、残してくれよかった、続きまして私はトップです、ストーム、トップで俺はスモールを狙うから、 YouTube の方のねコメントでね、この時期スモールがトップに反応するっていうね、コメントをいただいたので、早速トップの方を試していく、おい、トム、やっちまったぞいやっちまったい、トップですが2頭でなくなりました、ふざけんな、ということでね、今日はハエと堀川がね今週すげえ釣れてるってことで、様子を見に来ましたが、わずか短時間で本当にクロちゃんが1本、そして俺が1本、当たりだけで言ったら相当な数もあるし、ハエと堀川マジでむちゃくちゃ熱いです、そしてアベレージがでかい、おすすめです、多分一番いいんじゃないかなここ、確かに、うん、ということで皆さんまたごきげんよう。